入るやん。どうもこんにちは。本日なんですけども、もうおすすめのね、図鑑、僕のおすすめする図鑑っていうのをね、ちょっと8冊紹介していきたいなと思います。まあ、僕が気に入ってる図鑑のシリーズっていうのがあるんですよね。シリーズ。それが、このニュートン大図鑑シリーズっていう、まあ、この科学の、大図鑑なんですよ。で、これね、おそらくきっとね、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスとかビル・ゲイツとかもこういう図鑑、イーロン・マスクとかもこういう図鑑系の本って幼少の頃にたくさん読んでたんですよ。まあ、要はやっぱりこういう科学を学ぶときに、だからいきなりその文字ばっかりの本とかだと挫折しちゃうっていうことがあると思うんです。例えばそのいきなり数学の教科書を学ぶとかだったらきついみたいな人もいると思うんですけども、この図鑑ってそういうね、小さい子供とかがとっつきやすくなったり、大人でも楽しく読めるようにうまくできてるんですよね。例えばこの人体の秘密、人体大図鑑っていうのであれば、その人っていうのが、まあ、脳はどうなってるのかとか、その骨はどうなってるのかとかを、まあ、こういうふうになんか本当網羅的にやってくれてるんですよ。これ神経は何なんですかとか、本当にいろんなその一般人にまんべんなく、その専門的なことも載せつつ、素人にもね、分かりやすくできる、教えてくれるっていうことで、やっぱり、ものすごく頭のいい人が書いてる本なんでね、分かりやすくてね、おすすめなんでね、ぜひね、紹介したいなと思います。まあ、今日紹介するのは8冊なんですよね。まず第1冊目が、この人体大図鑑っていうことで、まあ、要はその、人の体ですよね。骨が何本でできてるのか、どんな骨があるのか、内臓はどんな役割を果たしてるのかとか、必要な食べ物は何ですか、アルミノ酸とは何ですかとか、便はどうやって出るのかとか、本当にもうありと あらゆることを載せてくれてると。でね、これを見ることによって一通り網羅できると、もういろんなね、健康についてとか感覚器官とか。で、そっからね、まだ、もし仮に詳しく知りたいのがあればね、どんどん Google で調べてどんな本を読めばいいかとか調べていけばいいと思うんでね、ぜひね、まず初めの第一歩目として、これ一度読んでみてはいかがでしょうか。で、二冊目なんですけども、こちら、宇宙大図鑑っていう本なんですよ。要は、その宇宙って、まあ謎が多いって言われてるじゃないですか。だから比較的謎が多いんですけど、おそらくね、今後一気に宇宙についての謎がどんどん解明されていくスピードっていうのが上がっていくと思うんですよ。なぜなら今世界中のものすごく頭のいい人たちがみんな宇宙を見てるんですよね。例えばアマゾン創業者で世界一の大金持ち、ジェフ・ベゾスがブルーオリジンっていうね、宇宙ロケットの会社を設立して、今年間1兆円っていう金額をぶち込んで、もういかにしてそのロケット宇宙開発をするかっていうのに、その大金をつぎ込みまくってるんですよ。で、世界第2位の、まあ、こちら、イーロン・マスクもね、まあ、最近スペース X っていう会社でね、宇宙ロケットを開発してるんですけど、こちらもすんごい勢いで開発してると。要は、その世界でものすごく頭のいい人たちが宇宙を見てるという、見てるということは、今後、ますますテクノロジーの進化の速度が上がって、今、謎だらけの宇宙が一気に、その解明されていくと僕は個人的に思ってるというか、多分そうなると思うんですよ。で、日本でもやっぱり、ね、優秀な人っていうのがみんなやっぱ宇宙を 見かけつつあるじゃないですか。例えばそのホリエモンさんであったり、前澤社長であったりね、宇宙を見てるということでね、やっぱり宇宙ってやっぱりそれぐらい魅力的な分野なんで、これ本当に面白いんで、ぜひ読んでもらえたらなと思います。例えば月ってどうやってできたっていうこと、例えばね、僕が面白いなと思ったのが、その月ってあるじゃないですか、ムーン。光輝く月がどうやってできたのかっていう説があるんですけど、それも、一説によると、もともと地球の一部だったという説もあるんですよ。要はその地球に、まあ、なんか隕石みたいな、巨大な隕石がぶつかって、それがね、割れて、まあ、月になったと。で、あれなんで丸いんですかっていうのがあるんですけど、あれ、ある程度やっぱり、なんかいろんな重力とか、他の惑星からの力とか受けてるから、形もね、どんどん丸くなっていくっていう説もあるっていうぐらい、なんで、まあ、基本的にそうじゃないですか。地球とかも多分初めから丸かったわけじゃないと思うんですよ。あれも結構デコボコだったんですけど、だんだんとその時間をかけていくにつれて丸くなったと思うんですよ。やっぱり初めからあんな丸なんてできるわけないじゃないですか、どう考えても。ということでね、まあ、そんな感じで、まあ、いろんなそういう月の由来とか、いろんなね、面白い内容たくさん詰まってるので、ぜひ読んでもらえたらなと思います。で、3冊目なんですけども、こちら AI 大図鑑っていう本なんですけど、まあ、要はその人工知能ってことですよね。その自動運転であったり画像認識、まあ、要はその GAFA っていう Google、Amazon、Facebook とか Apple っていう世界最先端の企業がね、まあ、AI の研究開発を進めているということは、やっぱり僕らもその影響っていうのをもろに受けるじゃないですか、結局、やっぱり自動運転とか。なんでね、これ未来のテクノロジーなんでね、学んでおいてめちゃくちゃ面白いんで、ね、ちょっと読んでもらいたいなと思います。はい、で、次なんですけども、こちらですね、物理大図鑑。
要はその物理ってすごく面白い学問だと思うんですよ。例えばその重力とか何なんですかとか、その力学的エネルギーの保存の法則とかね、相対性理論であったり、やっぱりものすごく頭のいい人って物理を学んでるじゃないですか。例えばそのアインシュタインであったりね、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾスも、グーグルの創業者ラリー・ペイジも物理を学んでるってことで、これ本当にちょっと読んでもらいたいなと思いますね。やっぱり物理の教科書を挫折したって人でも、この本はね、めちゃくちゃその一般人にも分かりやすく絵付きでね、丁寧に載せてくれてるんで、入りとしてはすごく優れてる本なんで、ぜひ読んでもらいたいなと思います。で、次がですね、こちらですね、科学大図鑑。やっぱり物理ときたら科学じゃないですか。例えばその物質を科学と、水って何なんですかとか、水をね、温度を上げるとなぜ氷になるのか、なぜ温度を上げるとなぜ蒸発するのかとか、下げるとなぜ固まるのかとか、いろいろあるんですけど、まあそういうね、ことを、まあ、網羅的に、まあ、やってくれると、やっぱり科学苦手な人もいるかもしれないんですけど、これな、絵ならね、わかりやすいんで、ね、ぜひおすすめです。はい。次なんですけども、こちらですね、数学大図鑑と、まあ、数学パズル大図鑑。まあ、やっぱり数学って、なんか、なんでそんなことやって意味あるんですかみたいなことを言う人もいるかもしれないんですけど、実はね、ものすごく頭のいい人って数学とか得意ですし、数学をできることによってね、人生がイージーモードになるということが分かってるんですよ。例えば、ビル・ゲイツとかアインシュタインとか、もうジェフ・ベゾスなんかもう数学がめちゃくちゃ得意じゃないですか。ビル・ゲイツって確かね、大学時代、ハーバード大学の数学学科だったんですよ。まあ、要は数学大好き人間だと。ということで、ここにはね、その数学っていうのにもいろいろあるじゃないですか。そのいわゆるその天才って言われる人が、どんな、例えばそのフェルマーの最終定理とか、そういう数学者がくすぐられるような、本当にもう美しいと言われる方程式とかを載せてくれてて、それなぜがすごいのかとか、たくさんね、すごく、ものすごく頭のいい数学の研究者が、僕ら一般人に分かりやすく説明してくれてるっていうことでね、本当におすすめなんで、もはや数学っていうのは芸術でね、もし皆さんもね、数学が美しいっていうのを理解できないっていう方はね、この本を使わないでもらえたらね、ちょっと分かるんじゃないでしょうか。ということで、おすすめです。で、最後はこちらですね、太陽系大図鑑。まあ、やっぱり太陽系大図鑑、まあ、要はその、さっきは宇宙って言葉、その銀河系とか、まあ、そのロケットとか、いろいろあったんですけど、これはね、銀河系じゃなくて、まあ、太陽系だと。要はその、水金地火木土天解明の、まあ、分野だけに絞って、それをね、深くちょっと学ぼうと。地球っていうのは火星と何が違うのかとか、火星には生き物がいるのかとか、他にもいろいろあるじゃないですか、謎に包まれた。惑星って言われても、冥王星とか何やか分かんないじゃないですか、結局。で、他にもね、月食、日食であったり、まあ、いろんなね、どうやってできたのかとか、たくさんあるんでね、ちょっとこれ、もう謎だらけの宇宙、興味あるっていう方、ぜひ読んでもらいたいなと思います。まあ、こんな感じです。まあ、こんな感じですね。やっぱり図鑑って、その、網羅的に学べるんでね、楽しく学べるというか、好奇心くすぐられるし、知識もついて、もちろんおすすめしたいんでね、ちょっとぜひね、ニュートン大図鑑というのをね、読んでいただけたらいいと思う。ぜひね、読んでもらいたいので、私の動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、これはね、本当アマゾン創業者、ジェフ・ベゾスとか、ビル・ゲイツとかも読んでるんで、おすすめです。はい、そんな感じです。よかったらね、他にもね、どんどん本紹介していくんでね、私の動画、チャンネル登録していただけたらなと思います。では、あとね、高評価のボタンポチッと押してもらえたらね、動画作るエネルギーになるんで、ぜひお願いします。すごく元気もらえるんで、お願いします。あとね、もう一つ重要なお知らせがありましてね、今ね、Amazon のオーディオブックで、一人一冊、通常1500円から3000円ぐらいするね、本をね、一人一冊無料で聞けるキャンペーンっていうのをやってるんですよ。要は、Amazon って、今、多くの人にオーディオブックを流行らせたいんですよ。要はその耳にイヤホンつけて、それで本を読むんじゃなくて、音声で聞くと。で、それを流行らせたいために、今、一人一冊無料で聞けるキャンペーンをやってると。例えば、その、嫌われる勇気っていう本であったり、哲学、宗教っていう本であったり、まあ、メンタリスト、大悟さんの、まあ、超集中力とか、超客観力とか、まあ、超マインドフルネスと、究極のマインドフルネスとか、いい本ばかりを、まあ、無料で一人一冊キャンペーンやってるんで、ね、そちらの方も私の動画下の概要欄に貼っておきますんで、ね、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。やっぱりオーディオブックって、ね、なんかしながらでも聞けるじゃないですか。要はその散歩しながらでも聞けるし、ランニングしながらでも聞けるし、寝ながらでも聞けると。で、周りのみんなも最近結構聞いてる人多くて、僕もね、聞いててすごくいいおすすめできるんで、ね、ぜひまだの方はね、これを機に無料で使ってみてはいかがでしょうか。私の動画下の概要欄に貼っておきます。ということで、チャンネル登録よろしくね。じゃあな。